2023年7月27日、朝鮮戦争休戦協定締結から70年という月日を迎えました。それはあくまでも休戦であり、緊張状態は続いています。その数日前の7月23日、私たちは韓国在住のジャーナリスト、ソ・テギョさんの案内で軍事境界線付近に向かいました。今日はまずチョロン、カンウォンドのチョロンを目指します。で、そっから、労働党舎をまず目指していくんですけど、労働党舎は今、工事中。まさかの工事中なんで。で、その後は、ソイ山っていう、北側がよく見える山に登ります。あと、白馬高地っていう、戦跡地があるんですけど、一番よく見えるところ、丘にも登っています。であとはチョロンっていうのはもともと45年の分断では北側の土地だったんですね、あそこが。38路線の北側なんで。で、そのチョロンではその朝鮮戦争の時に、持ち主が変わる中で、虐殺事件っていうのがあったんですけども、そういう現場にも行きます。誰による虐殺だったの？撤退する北朝鮮による現地、住民への虐殺です。右傾化した住民を虐殺していったんですよ。捕まえてた人を退却する前に全部殺していく。それが朝鮮戦争で多かったんですよ。南も北も同じことやったんで。共産主義者による粛清みたいな。そうですよ。反動分子の粛清です。で、逆に韓国は左派分子の粛清っていうのをやってましたから。反共の立場かな。そうなんですよ。これはどういう駅ですか？これ最北端ですね。韓国の鉄道の最北端で、白馬高地駅っていう駅です。あそこに韓国語で、チョルマヌン・タルリゴシッタっていうのが、汽車のことを鉄の馬っていうの。鉄の馬は走りたいっていう、ここで止まりたくないっていう、鉄道中断点っていうのが書いてあるんです。これ僕ら今から行こうとしている山、ソイ山に登ったら、広大なチョロン平野と DMZ を越えた北の空を望めます。DMZ っていうのが非武装地帯ですよね。道路脇には爆破して戦車止めとして使用する巨大なコンクリートブロックがいくつも並んでいます。この建物は何ですか？労働党舎って言って、分断っていうのが45年に植民地から解放されて、すぐアメリカとソ連によって38路線の直線で北と南に分断されて、ここは北側だったんですよ。38路線の北側なんですね。で、元は北の土地だったわけです。で、これ、労働党舎って北朝鮮の労働党の、要は区長ですよね、このチョロンの。結構ソ連式の石造りの重厚な建物で、建物の地下室で反動分子っていう、その北が言う反動分子を、拷問したり、取り調べしたりっていうのをやってたっていう。で、これが朝鮮戦争の時、チョロンっていうのは大激戦地ですから、よく見ると、砲弾の跡とか、銃弾の跡とかっていうのが、たくさん残ってるっていう。これは昔、米軍が、詰め所で使ってた、宿舎。爆射だ。建物はじゃあまんまなんですか？まんまです、まんまです。ここはやっぱり一望できるから、軍事拠点としてはすごい大切な場所なんですね。そうですね。白馬高地がもっと大事なんですけど、ここはやっぱりちょっと後ろ下がってるんで、ただ、こんな眺めがあるところは他の地域にはないんで、特別なところですよ。来た！白。ツバメですか、これ。でも見える。ちゃん見えるか、雲海だ。本当ですね。ツバメが。おぼろげなのがあれが白馬高地なんですよね。目の前の。で、向こうは全部北なんですよね。で、こっちは本来見えてれば、軍事境界線の森があって、向こうは全部北側になるんですけど。で、本来、天気が良ければこっちの方向にキムイルソン高地っていう大きい高い山があってですね、そこにキムイルソンが
指揮をしに来たっていうんですね、この戦いの白馬高地戦闘の時に、うん、で白馬高地が結局韓国が取ったんですけども、まあ、それを負けたっていうのを聞いて、まあ、3日間泣いたっていう逸話があるっていう。でこの戦争っていうのが1952年の10月6日から15日まで行われて、でそのこの時はもうすでに停戦交渉が始まってた時なんで、停戦交渉っていうのは反抗した時の土地が自分の土地になるっていうことだったんで、どっちがそれを取るかっていうので血で血を洗うことをやっていたっていうことですよね。先日来た時はボーイスカウトみたいな子たち来てましたよね。そうですね。やっぱここはそういう国防意識とかに、あ、そうです、安保観光って言って、安全意識、安全保障意識を高めるっていう。安保観光ってすごい名前ですね。そうなんですよ。もう安保観光って言って、それがあるんです。これはあれですよ、化学兵器で攻撃された時に、このどういうふうに 3連打1分間とか、その危険度を、これが反証ですか。じゃあ反証です。これで叩くんですよ。これカン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 って。はあ。平成70年っていう世界にそんなことはどこもないですからね。うん、でもこれは一つの秩序なんですよね。その停戦体制っていう、これ反問点体制っていうふうに学者によって呼ぶんですけど、このここを最前線として対戦後の秩序が維持されてるっていうのは、まさにその通りですね。でこれは何らその平和的な秩序ではなくて、軍事的な対立対峙っていう、ただそのいわば最小限の秩序なわけですよね。で誰もこれをいいものに変えようとしないっていうのが今も続いてて、ここは結構有名な場所なんですか。いやー、おそらく人が僕ら以外に来てるの見たことないんで、ここがこのチョロンの人々に水を届けるための。そうです。植民地時代にあった、日本が作った浄水道なんですよね。ここに、生き埋めにしたのと、あとは銃殺した人をここに捨てていったっていう、両方なんですよね。なんか、情報を漏らすからとか、そういう理由なんですかね、そうなんですよ。自分たちに、取ってその人たちが後で不利益をもたらすっていうふうに思って、じゃあ殺してしまおうってなるわけですよね。やっぱり戦争中に独特の思考方法ですよね。それがこうでやっぱ連れていくわけにもいかないですし、じゃあだったら殺してしまおうっていうふうになるっていうのが、朝鮮戦争でこう戦線が動く中でそういうのがあちこちで繰り返されたわけですよね。占領地域で味方はいいけど、この自分たちに反対する人を収監していたのが退却するときに殺していくっていう、そこにまたじゃあ韓国が来たら、お前北の話を聞いてたらってまた殺してしまうっていうような、そういう悪循環が戦争のメリットで、ね、そうですね。やっぱり水が流れてますね。うわ、ここに当時もこうやって人がこう埋められてたって、生き埋めにされたっていうの。だから銃殺して捨てたっていうのがあれなんですよね。遺体をここに放置したっていう。なんか人が呼吸してるみたいな音ですよね。何人ぐらいの被害があったんですか。300っていうふうに。300ですか。抗ったんだみたいな、こう、なんていうんですかね、こう文脈でのこう語られ方っていうのは多い。それが韓国における朝鮮戦争です、やっぱり。北が攻めてきて、国を取られそうになったところに、アメリカを中心とする国連軍が来て、国が生き返ったと。そこまでなんですよ。でも実際は、中朝国境まで攻め込んでるわけですよね、国連軍と。でその時にただ行ったんじゃなくて、明確に北朝鮮っていうあの国を滅ぼそうと思って行ったわけですよ。それは記録が残ってますから。だから
そういう意味でお互いが武力で朝鮮半島の分断を解決しようと思ったのが朝鮮戦争だっていうふうな理解も、その北が攻めてきたっていうのが大きなファクターとしても、うん、韓国もやり返したっていうのも同じように理解しなきゃいけないわけですよね、それは。うんうんうん、だその、じゃあその結果何が導き出されるか、見られるかっていうと、戦争によってこの分断は解決しないっていう大きな答えにたどり着くわけですよね。その前提からこの分断を考え始めないと、うん、間違ってしまうわけですよね、うん。朝鮮戦争っていうのが単なる悲劇ではなくて、お互いがお互いを否定したわけですよ。だから北も南を否定して、南も北を否定してって。でもそれが果たして答えなのかっていうことですよね。うん、韓国はまだ戦争が終わってないっていう一言につきますよね、やっぱりそう考えると。いつまた攻めてきてもおかしくないっていう、その時にどう動けるかっていうのが安保意識ってことじゃないですか。一体となって北と戦えるのかっていう、それを常に問われてるわけですよね。でもやっぱりこう北も南も戦意は低いって言いますよね、そういう意味では。だから軍のさっきのああいう若い子たちに、北朝鮮のじゃあ若い子お前殺せんのかって言ったら殺せないわけですよ ね、 うん。改めて白馬高地ってどういう場所ですか。朝鮮戦争の、50年から53年で考えたら中期から後半期のにあった戦闘なんですけども、白馬高地っていう395メートルの高地をめぐって南北と、あと中国軍と、激戦になったっていうところですね。うん、で、約1週間戦いが続いて、10日間1週間戦いが続いて、両軍合わせて2万人近い死者が出たっていう大きな戦闘だったんですけども、結局韓国が勝って、今は韓国の、基地があってですね。でもやっぱりその国を、守った土地を取ったっていう一つの象徴になってる地域ですね、白馬高地。勝利と追悼と。そうですね、勝利ですね、一番大きいのはやっぱり勝利の象徴っていう。だからこうやってこう旗がこういう、ナショナリズムをこう国威高揚しつつっていう、活用しつつ、そうですね、そういう装置の一つですよね、ここ、やっぱり。もう一つは、現実に戦争が続いているので、最前線でもあるっていうことですよね。本当だったら、戦いが終わった後の、なんかこう、平和の象徴みたいになる可能性も当然ありますよね、そういう意味では。なった方がいいと思いますし、そういうふうに。確かに。お互いを行き来できるような場所だったり。そうですね。お互いに慰霊するようなモニュメントだったり、そうです、建てる場所、そうですよね。だから和解みたいなところにたどり着ければいいんでしょうけど、現実的にそれが本当に可能なのかっていうのはまだ道筋が見えないですよね。日本の植民地支配、東西冷戦と朝鮮戦争、未だ休戦状態が続く分断は、日本による加害の歴史と地続きです。戦争で分断は解決しない。世界各地で争いの続く今、改めてこの言葉の意味を考えてみる必要があるのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。